ザ・ダシネマティック・オーケストラは、1999年に、ジェイソン・スウィンスコーが結成した、イギリスのニュージャズ、電子音楽グループである。グループは、インディーズレーベルの忍者チューンに所属している。スウィンスコー以外のメンバーは、DJ フードの元メンバーで、ターンテーブル担当の PC、ドラム担当のルーク・フラワーズ、サクソフォン・ピアノのトム・ちゃんと、ピアノのニック・ラム、コントラバスのフィル・フランスである。 元メンバーには、トランペットのジェイミー・コールマン、ドラムのテーダニエル・ハワード、ドラムのフェデリコ・ウギ、ピアノのアレックス・ジェームズ、シンセサイザーとプログラミングを担当していた、クリーン・サットネス、ギターのスチュアート・マッカラムがいる。スイン・スコート・カー・ペンターは、ネプテューンという名前のバンドとしても活動している。音楽は、ライブ録音ないしスタジオ収録で、ターンテーブルと、 スウィンスコーが作成するサンプリングなどの電子音楽要素を組み合わせ生の即興演奏で収録される。スタジオアルバムでは即興のジャズ性演奏とエレクトロニカを組み合わせるためにスウィンスコーが生演奏の音源をリミックスすることも多くそのためどこまでが即興演奏でどこからが編集済みの音源か境目を聞き分けることは難しい。彼らの音楽は トリップホップに分類され、音楽のベースには1960年代から70年代のジャズがあることが指摘されている。スインスコーはカーディフカレッジでファインアートを学んでいた頃、クラブラダーと呼ばれるグループを結成し、一枚の公式シングルを自身のレーベルパワーツールズから出した。このグループの音楽はジャズとハードコアパンクを融合させたもので、 スウィンスコーはこの形態を発展させつつ、多くのクラブや、海賊放送に出演した。グループとしてのデビューアルバムである、モーションは、1999年に発売された。このアルバムが好評を得たことから、グループは、ディレクターズ・ギルド賞受賞式で、映画監督のスタンリー・キューブリックへ生涯、貢献賞が贈られた、際のプレゼンテーションで演奏した。グループは2001年に、 ポルトで開かれた欧州文化首都祭でジガベルトフがソビート連邦で1929年に制作した無声映画。これがロシアだに新しい映画音楽をつける試みに招待され映画を上映しながら生演奏するというパフォーマンスを行った。ポストプロダクション中だったモーション収録作品を除けば生演奏の作品というのは グループの通常の作風とは一線を画していた。グループはこの作品を引っ下げてツアーを行い、後に同名のアルバム Man with a movie camera として発売した。この際作られた曲の一部は2002年発売のアルバム Everyday でリライトされた。2002年5月には全英アルバムチャートで54人に入った。ピッチフォークメディアのドミニクリオーンは アルバムに6.0点をつけ、多くのサウンドトラックと同じように、スクリーン上で起こる出来事をサポートするため、このアルバムでも水平を保って、ひどく入り込まないようにした感覚を感じ、結果として、彼らは単独の視聴メディアほどよく働く必要がなくなったと述べた。2006年には、レディオヘッドの曲、Exit Music Exit Music をカバーし、トリビュートアルバム、Exit Music ソングスウィズレディオヘッドに収録した。オリジナルと比べて、カバー版ではテンポが落とされ、サクソフォンから始まり、クラシカルギター、続いてエレクトリックギターのパート原曲と同じアコースティックギターのリズムに乗せる部分と、4つの音色が繋がれている。2007年5月7日には、アルバムマフラーを発売した。このアルバムには、パトリック・アトソンや、フォンテラ・ベース、 ルーローズなどがボーカルで参加した曲も収められ、また、ローズとワトソンが共演した曲も収録された。2008年には初の来日公演を行った。スウィンスコーはこのアルバムについて自身のパリ生活を反映したものだと語っている。また同じ年には、ディズニー・ネイチャーの映画、フラミンゴに隠された地球の秘密のサウンドトラックを担当し、 映画は2008年12月15日にフランスで封切られた。映画音楽はグループとスティーブ・マクローリンの共同制作で作られた。ほか、2009年9月17日には、イズリントンのユニオン・チャペルで、ロンドンメトロポリタン・オーケストラと共に生演奏を行い、2009年10月1日には、ワイオミング州で開かれた、ジャクソン・ホール野生生物映画祭で最優秀。 オリジナルスコア賞を獲得した。2010年11月には、ロイヤル・アルバート・ホールで行われた、忍者チューンの20周年記念柄公演で演奏を行った。2011年には、アバンギャルド短編映画に曲を付けるシリーズを制作し、自らキュレーションして、インモーションとのタイトルの下、ドリアン・コンセプトやトム・チャント、グレイ・レベレンド、オースティン・ペラルタとバービカンセンターで演奏し、 その後2012年にアルバム、インモーション1として発売した。2016年10月20日には、新作アルバムの発表に先立ち、コンセプトソングを発表した。タイトルは、2believe で、歌手のモーゼスサムニーがフィーチャリングしている。また、サンダーキャットや、ジャイルス・ピーターソン、ジェイムス・ズーラと共演するツアーの実施も発表した。ガーディアン紙のインタビューで、スーインスコーは、 新作アルバムはコンセプトソングと同じ To b e l i e v e というタイトルで2017年初めにリリースされる予定だと明かしていた。アルバムマフラーに収録された To b u i l d a home はカナダのシンガーソングライターであるパトリック・ワトソンがボーカルで参加した一作で6000万回以上ストリーミングされているほか多くの映画やテレビ番組で使用されている。2008年には シーバスリーガルの広告、ライブウィズシバルリーで使用された。また、日本では、キリンホン、絞りチューハイの CM に使用された。2008年には、イギリスのソープオペラ、ホーリーオークスで、サム・オービー・オブライエンが旅立つシーンに用いられた。また、映画、トリニダード、パパの木、静かなる叫び、2011年の短編映画、 ラファコンティネンタルラッフェコンチネンタルや This is Brighton This is Brighton ギミーシェルタースイートセブンティーンモンスターでも使用されている。その他、テレビ番組ではグレーズアナトミーコインの解剖学ワンツリーヒルクリミナルマインド FBI 行動分析家アグリーベティスーツスーツトップギアオレンジーズニューブラックイーストエンダーズなどで使われた。また、 2013年8月には、ショータイムのドラマ、ホームランド第3シーズンのトレーラーに用いられた。2012年には、サイエンスコミュニケーターのニール・ドグラース・タイソンが、タイム視読者の質問に答えるビデオザ、モースト・アスタウンディング・ファクトで使用されたが、フリーランスの映像作家であるマックス・シュリッケンマイヤーが編集して YouTube に投稿したところ、1100万回以上も再生された。 2013年には車椅子バスケットボール選手を特集したギーネスの広告で使用された。またニューヨークのスカイラインを前にダスティン・ホフマンが出演するスカイアトランティックのイギリス版コマーシャルでも使用された。またフィギュアスケート選手のドミトリー・アリエフ、ケイティ・パスフィールドラがこの曲を使用している。 この曲を短く編曲して一部を書き換えたザットホームザットホームも多数のメディアで用いられておりティーンウルフの1話スーツスーツのエピソード2011年3ンダンス映画祭で受賞したアナザープラネットのトレーラー ABC のドラマ重力への挑戦2012年の映画ステップアップ4レボリューションのダンスシーンホックスのダンスコンペ番組 アメリカンダンスアイドル第7シーズンフィナーレで使用されている。2006年の映画キダルトフットではアルバムエブリデイ収録のオールシングス・とオール・メンが使用された。またインストゥルメンタル版がイギリスのテレビドラマ華麗なるペテンシたちで用いられたことがある。この曲もイギリスのソープオペラホーリー・オークスで2009年12月に使われたほか、 物理学者のブライアン・コックスがナレーションを行うシリーズワンダーズ・オブ・ザ・ソーラー・システムのエピソードシンブルー・ラインで短く使用されたパブリック・レディオ・エクスチェンジのラジオ番組 This アメリカン・ライフではマン・ウィズ・ア・ムービー・カメラ収録のドランケン・チューンドランケン・チューンが引用されている2012年のテレビゲームスリーピング・ドックス香港秘密警察では楽曲 バーンアウトボンアウトが使用されている。アルバム、インモーション1のトラックインとアクトの抜粋はトップギアアフリカスペシャルの第2部に使用された。チャンネル1スイートはデビッド・ラ・シャペルが監督し、チャンネル4で放送されたロストのトレーラーに用いられた。2010年にはフラミンゴに隠された地球の秘密に収録されたアライバル・オブ・ザ・バーズが ジョルジオ・アルマーニ・コスメティックスの女性向けコース役アディ・ジョイアのコマーシャルで使用された。また2014年の映画、博士と彼女のセオリーのラストシーン、コルネット・キューピディティシリーズの短編映画、トゥギャザー・アパートでも使用されているほか、フィギュアスケート選手のアダム・リップオンラがスケーティングに使用している。ありがとうございます。